元金プリ平野耀と神宮寺勇太、滝沢秀明氏の、とべ、合流で描かれる新たなエンターテイメントの未来。大きな話題となった元金プリの平野耀さんと神宮寺勇太さんの滝沢秀明氏率いるエンターテイメント会社、とべ、への合流が、世界中で大きな注目を集めています。 ジャニーズ事務所を退社したばかりの二人の異例のスピード遺跡はファンやメディアを驚かせました。これからのエンターテイメントの未来に新たな風が吹き込む予感が漂っています。新たな舞台新たな挑戦平野志陽さんと神宮寺ゆ太さんのジャニーズ事務所退社は多くのファンにとって衝撃的な出来事でした。しかし彼らが飛べに合流する決断をしたことで ファンたちは新たな舞台での彼らの活躍を心待ちにしています。滝沢秀明氏が率いる、とべ、は、これまでのエンターテイメントの枠を超えた斬新なプロジェクトを多数手がけてきました。平野耀さんと神宮寺祐太さんの加入によって、ますますその可能性が広がることは間違いありません。ファンの期待とは 平野耀さんと神宮寺祐太さんのファンたちは二人が飛べ、に合流することで何を期待しているのでしょうかまず一つ目は、新たな表現の場での彼らの成長と進化です。ジャニーズ時代から培ってきた才能をさらに磨き上げ、より幅広い演技や歌唱力を見せる姿に、多くのファンが胸を躍らせています。 二つ目は、滝沢秀明氏とのコラボレーションによる未知の可能性の拡大です。二人の個性と、飛べの斬新なアプローチが融合することで、今までにないエンターテインメントが生み出されることが期待されています。世界に向けた新たな、挑戦飛べに合流した平野志耀さんと神宮寺祐太さんは、国内だけでなく世界に向けた新たな挑戦を目指しています。 世界的な活躍を果たすためには、言葉や文化の壁を乗り越える必要がありますが、彼らの才能と情熱がそれを可能にすると信じられています。世界中のファンが彼らの成功を祈り、応援しています。ファンとの新たな、つながり飛べ、に合流した平野耀さんと神宮寺祐太さんは、これまで以上にファンとのつながりを大切にしています。 公式 YouTube チャンネルの生配信やインスタライブなどを通じてファンとのコミュニケーションを活発化させる予定です。これによりファンは二人の日常や制作活動により身近に感じられることでしょう。またファンの意見や要望を取り入れたプロジェクトの実現にも力を入れるとのことでファン参加型のエンターテイメントが展開されることが期待されます。 社会への影響と、期待エンターテイメント界における平野志洋さんと神宮寺ゆ太さんの異例のスピード遺跡は単なる芸能ニュースだけでなく社会への影響も考えられます。彼らが、飛べ、に合流したことで、エンターテイメントの枠を超えた新たなビジネスモデルの可能性を模索する企業や団体が増えることが予想されます。 クリエイティブな才能を持つ個人が自らの道を切り開くことが今後の社会のトレンドとなるかもしれません。元金プリの平野耀さんと神宮寺ゆ太たさんが滝沢秀明氏率いる飛べに合流したことでエンターテイメント界に新たな風が吹き込みました。ファンの期待と注目が高まる中、彼らが描く未来は明るく輝かしいものとなることでしょう。 新たな舞台での挑戦、ファンとのつながり、そして社会への影響。彼らの活躍がエンターテイメント業界だけでなく、多くの人々に勇気と希望を与えることを願ってやみません。これからの二人の成長と活動に目が離せません。